皆さん、こんにちは。本日はエンターテインメント及び政治ニュースのチャンネルとともに過去24時間のハイライトをいくつか見てみましょう。AFP、アフロアメリカのカリフォルニア州で10月27日、非常事態宣言が発令された州内至るところで 山火事が発生しており、折からの強風にあおり、消火活動が難航しているのだ。特に北部の火事は、カリフォルニアワインで有名なその間地区で発生し、すでに約65平方キロが消失した。炎は乾燥しきった空気と強風で芝叩く間に燃え広がり、 発生から5日経った28日の段階で268平方キロを焼き尽くし、全体の5%しか沈下していない。この山火事に20万人に避難命令が出されている。関連記事、大阪大水害は人事じゃない。被害に遭ったらどうすればいいの実は、この山、日本を襲った。 台風21号が強く関連しているのだという、気象予報士の白戸京子さんがこう語る。日本の上空には、ジェット気流という強い風が流れて西から東にぐるりと地球を回っています。その流れが南北に蛇行することで、地上付近の天気も大きな影響を受けるのです。 台風21号は別の低気圧と並んで移動し日本に大きな被害をもたらした。上空にものすごい量の水蒸気を送ったのだが同時にジェット気流の蛇行を極端に大きくした。台風のパワーがジェット気流に勢い、東側にあった乾燥した空気の上空に伝わり、 アメリカ西海岸に乾燥と高温をもたらしました。アラスカでは平年より30度も高い気温のエリアカリフォルニアはものすごい強風が吹き荒れました。山火事近くのセントヘレナの最大瞬間風速は39メートル。地元メディアは46メートルの地点があったとも報道していま 山火事から200キロ近く離れたシリコンバレーは普段あまり風が吹かないところですが日曜日には最大瞬間風速が17メートルも吹いて山火事の煙が流れ込んでいます。台風21号のパワーがアメリカ各地に極端な天気をもたらしたのです。シラトンジェット気流はロッキー山脈に低温をもたらし その流れはヨーロッパにまで影響を与えているという。カリフォルニアでは古くなった送電システムが新たな火事を引き起こす可能性があるため、電力会社が計画停電を実施300万近い住民が影響を受けています。さらに空気汚染の予防警報も出され、 バーベキューや暖炉で火を使うことが禁止になりました。車の使用も公共交通機関を使うよう呼びかけられています。山火事の煙の影響で休校するところも増えています。白戸山向こう一周、カリフォルニアにまとまった雨の予報は出ていない。住民たちの不便と不満はまだしばらく続く。